絶好調にん燃え尽きた。いやー、今日はもう本当にね、やりましたよ。なんかいっぱい出てるな。何から喋ろう。まあ、ごめんなさい。なんかいっぱい出た。あ、これをこっちか。すいません。いや、ほんと放心状態なんですよ。なんかこの2ヶ月半、3ヶ月弱もすげえまったりした、時期を送ってきたのに今日一気に圧が上がったんでね。まあ朝はとにかく笑いヨガ、デイサービスで笑いヨガやってパーソナルを1個やって、で、昼から来月から公民館始まりますからね、その公民館打ち合わせを行って、お母さんに会いに行って、お母さんにね、こうやって新聞出たんよ、俺ってね、報告してね、笑いヨガやったらもう笑いヨガもお母さんにやれたんでね、お母さん忘れてないやん、笑いヨガって言ったら、知らんって言ってましたけどね。んで、帰ってきて、NHK の取材を受けましたよ。で、もう本当に、なんかもう思いの丈を、今現時点の思いの丈を全て言えたし、なんかいろいろね、引き出して、今日はもう本当引き出してくれる人たちがめっちゃみんな良かったので、NHK 何分のね、特集か分かんないですけど、 NHK に出ますよきっとね。NHK 北九州なので全国版ではないとは思うんですけど、出ると思うので、いや、ほんで鴨脇さんのね、オンラインサロンに出て、でね、なるべく空気のような存在でね、自分を出さずにいようって言ったけど、やっぱりこれはね、無理ですね、やっぱ質問をしてしまいました。で、まあ鴨脇さんの朝のお題、今日の朝のお題何やったんかな、あ、この夏な何がしたいですかっていうお題だったんですよね。で、やっぱそうですね、勇気を出して、僕はあんまり人のいる人といっぱいこうそこに属せなかったり、やっぱ人と同じことができないんですよ。でもね、やっぱなんかの縁で、なんかすごい居心地のいいオンラインサロンなので、やっぱり生のみんなとこの夏会いたいですかねみたいな感じで入れましたね。それは本当にドキドキしながら、なんか素に思ったことなんでね。今日そのオンラインサロンで1割しか男性がいなかったっていうね、で、まあ僕教室がね、本当にそういう状態、女子ばっかりの中で男一人とかいうのが当たり前なんでね、まあ、慣れてるんやけど、ああ、やっぱそういう、現状なんやなと。あと、まあゆかちゃんにね、久しぶりに、まあゆかちゃんゆかちゃん、鴨脇さんがね、ゆかちゃんと一緒におるけど、やっぱゆかちゃんっていまだに天然ですかってね、本当十数年前かな、セミナーで一緒におった時にこうめっちゃみんなからいじられキャラ、だったのが、まあ変わってなかったっていうね、それを聞いてなんかほのぼのしましたね、ほんでそれが終わったら今度は自分のオンライン、オンライン講演会っていうのがあったんでね、1時間、結果1時間めっちゃ喋りましたね、そうなんで、もうなんか放心状態、何を喋ったかもう覚えてないですもんね。ただその井上さんって方がね、聞き出してくれたので、もう聞き出してくれるのにもう便乗して、とにかく言いましたね、で本当に何が今日は NHK にしてもその講演会にしても、まあ、とにかく伝えたかったことは、今このね、国家規模、地球規模で起こっていることって、
僕のこの50年間、最初のね、40年間の中で起きてたことが起きたんですよ。起きてるって僕は思ってしまう。ね、何回も何回も、病気とか人間、人トラブルとか、経済的な、トラブルとか、いろんなお知らせが来てたのに気づかなかった。帰れなかったですよね。自分、そう。で、それが地球にもね、災害とか震災とか、経営破綻とかリーマンショックとかですよね。いろんなことが起きてるのに、やっぱ気づかなかったから、やっぱりボンって、僕は脊髄腫瘍っていう、体が麻痺してしまって、その後の手術でボンっていっぺん体が動かなくなったんですよね。でもそれでやっと気づけた。俺にはまだ使命があったんだってね。笑ってね、みんなに光を見せるっていう使命が俺はあったんだってね、気づけたんです。で、今、国家的、地球的にもそういうことが起きてるから、ね、地球規模で、この10年間、僕は自分の体に起きたことを、笑顔とか笑いとか言霊で光を出して自分の体を改善していったんですよね。で、自分の体がある程度動くようになったら、今度はそれを自分が行ってる部活とか、もうとにかく 問題だらけのとこしかなかったんでね。もう本当に、ある一個の部活とかは本当、もう今もうね、もうそこ切れたし、契約は切れたね、もう、こう、円満退社というか、円満契約終わりでね、終われたので、本当にね、そこは1年前にね、バス事故で、生徒が死亡してしまうっていうね、ので、後遺症で悩まされる選手たちがいっぱいいる、そこに、駆け出しのトレーニングコーチ、駆け出しの僕は飛び込んでいったんですよ。だから本当毎日一生懸命ね、その子たちの前で笑顔で、笑顔を見せ、自分の体にしてよかったことをその子たちにやったんですよ。だから本当にめっちゃ、最後の夏でね、最後の夏の一個手前の大会でも1回戦負けてね、初戦敗退っていうのを起きた時に、もううだなれる、こう、なんかぐだーっとなってる、選手たちの前に、ね、同じ命を落としそうになった者同士として言って、あなたたちずっとね、試合に負けても人のせい、環境のせい、監督のせいとか周りのせいにして愚痴泣き言ね、不平不満言ってきたよねって、ほんで今回のこれが起きたやんって、俺もその同じことが起きたんよねって。で、俺は2回目の大きな、病気で気づいたって、自分の言葉を変えて、笑顔を変えて、表情を変えてね、俺生まれ変わったんよって。で、あなたたちも今同じことが起きてるって、今もしかしてみんなでね、絶好調ってね、大きい声でね言えたら変われるかもねっつってね、せーの絶好調って言って、その時まで俺の言うことほとんど聞かなかった子たちが初めてね、絶好調って言ってくれたんですよ。で、そっから絶好調っていうのが始まったんです。 もう本当に10年近く前の話ですね。で、それをずっとやり続けてるんです。で、いつもどうにもならないことが起きるんですよ。どうにもならないことが起きた時に絶好調って言って、笑顔で笑顔を貫くと、ちょっと時間差でその後に、お前よう頑張ったなって、ご褒美みたいなことがやってくるんですね。そう。だから今回もコロナで笑いをずっと配信しようってやり始めて、何回もね、心折れたんですよ。心折れたけど、折れたように見せてないだけで、そういうことが何回か起きて、それでも諦めずにずっと笑顔と笑いをやってたら、こうやってね、メディアが 本当奇跡ですよね。でも俺はもう今回はこういうことが起きるって、奇跡が起きるってもう確信してたから、起きますよね。で、これはずっとこの10年間、ひとりさんがよく言うビザですよね。ビザをずっと積み上げていって大佐になったんですよね。本当に今日は良かった、燃え尽きた、やってもうた、いいですよね。今日ちょっとひとりさんの言葉もないけど、とにかく
これも最後に言ったもうこれぐらいで終わっとこう今日。僕は病気が改善したりとか、人間関係が改善したりとか、ね、経済的なものが改善したりした時って、とにかくそのことを忘れた時に勝手に改善されてるんですよ。で、最初はその忘れるために言霊とか、本読んでそれを実践したりとか、無理やり笑ったりとか、やっぱこう上向いてこう笑顔作ってる時ってやっぱそのことをやっぱ思えなかったりするんですよね。で、そういうことがだんだん慣れてくると楽しいことね、仕事ないけどなんか 山に、綺麗な景色見に行ったりとか泳いだりとかなんか楽しいことだからとにかくなんかいいこと楽しいこと、それを忘れるようなことをしてると勝手に改善してるんですよね、はあ、でこれは本当にこれが、根幹というか、これが一番言いたいことです。で1ヶ月先にそれが改善してるんですよね。でもこれは必死になったなってとか苦しい思いをしてやってもこの1ヶ月後には同じことはやってくるんですよ。で苦しい思いをしながらやってきた時は苦しい思いでそれを感じるんですよね。言霊で無理やり言霊で、必死に、やってきた時はそういう言霊で必死にやったことが見えるんですよね。やってくることは一緒なんですよ。で楽しんでやったら楽しいぐらいなんですよ。で今回は僕は神社巡り観音巡り、山行ったりいろんな大自然の方に行って感謝したんですよね。感謝したら感謝できるようなように見えるですよ。もうこれがね、僕の中の原理原則自分がやってきたことの見え方をする。ちょっと今最初に言った、忘れてる時に勝手に改善されてるって言ったけどちょっと意味合いが違う。今はね、昔は忘れてる時に、でも最初からその感謝したものが感謝したように見えるって言ってしまうとみんなポカンとなってしまうし意味がわからないんで、忘れた時に勝手にこうなんかここで良くなってるんですよねって言い方を今日はしました、うん、でも本当はここでやってくることは一緒なんですよね。一緒なんです、この過程で、僕がやってる行動、思考でこの物事が見えるだけ。ないよねおー12分も喋ってる。それがもっとうまく言えるようになったら今後の課題ですな、ユダヤの法則、ユダヤのね78対22、今日の22は、まあ、このくらいですね、うん、よかったと思います今日は一日とにかく朝から晩まで突っ走ってよかったねー。はいーほっほっはははほっほっはははイエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、よう頑張った俺、最高、えらい、大丈夫手近よ、大丈夫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 、なんとかなる手近よ、なんとかなる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 、ついてるでしょかよ、ついてる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 、ね、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養にいい話、小説の第1話、もうこの小説104話の小説の中にもうほんと全部入ってますね、ほんとその中のほんと今日は10分の1ぐらい、なんやけどもう今日これがベスト、最高でした、終わろう、最高な笑顔でサンキューで終わりたい、やっぱりすいません、あ2級で終わってもよかったな、うん、でもなんかだってね14分39秒って言ったらね3級も4級も入ってるもんね、にゃっ、プチッ。